今日の晩ご飯は、ミンチカツの、中華風甘酢がけだっけ、なんかそんなやつです。いただきます。はい、今日11日の支出は1158円です。はい、スーパーで買い物をして、1158円です。はい、今日の晩ご飯のおかずとか、あと洗剤ですねとかを買ってきまして1158円です。はい、預金残高は715万7466円です。はい、今日はいうか今日もなんかテレビの録画してた番組見たり、あと YouTube 見たりして、でちょっと動画をあんまり撮ってなかったですね。まあ途中でちょっと外出たんですけどね。はい、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピルヤンでした。